今ここにですね、うん、2つスラムダンクの本を並べてるんですけど、ザ・ファースト・スラムダンク12月3日から昨年の、はい、やってるんですけど見ました？映画見てないです。そうですか。はい、あの ちなみに、うん、あの私が昭和49年生まれ、はい、で今48歳なんですけど、うん、スラムダンク、はい、始まったのが1990年の6月からなんですね、はい、で1990年は私高1なんですよ、はいはいはい、花道と同い年なんですね。はい、あ、なるほど、はいはいはい、同い年の時にスラムダンクが始まった、はい、なのでもしか、うん、そのスラムダンクが読んだのが小学校の時だったら、うんうん、バスケやってたかもしれない。あ、要はキャプテン翼がそうですよね、うんうんうん、キャプテン翼がテレビで始まったのが僕が小学校3年生の時だったんですね、はいはいはい、もうその時あの小学校のサッカー部になんか40人みたいな、はい、隊長どうでした、そのサッカーとか。サッカーはやってないです。僕は野球をやってたので、っていうと僕も野球ですよ、やってたのは、はいはい、漫画でキャプテンがやってましたからね。キャプテンドカベンとか、はい、はい、だから昔少年スポーツって野球しかなかった感じです。あ、はいはいはい、愛知県だと、はいはい、で僕が高1の時にスラムダンクが始まって、はい、そのなんていうでしょう、リアルタイムで、うんうんうん、その少年ジャンプで読んでました、うん、はいはい、読んでましたね。なので僕の中では、うん、桜木花道の先輩のりょうちんとか、はい、赤木とかって、うん、リアルで先輩なんですね。はい、先輩な感じがする。先輩な感じがする、はいはい、なので今その、うん、まあ、映画見に行きましたが、うんうんうん、今見てもやっぱり、あ、先輩な感じ、先輩な感じお兄ちゃんな感じ、はいはいはい、みんな、はい、な近さをスラムダンクに感じていて、うん、いや直撃世代ですね、うん、隊長も多分直撃世代ですよね。まあ、そうですね。単行本とかどうですか？単行本は持ってましたよ。お、今もある。今もある。ちゃんと読んでますか？読んでないです。なんでこのバイブルを読みませんか？で僕はそのスラムダンクを見てですね、うん、もう始まった瞬間から、はい、もう リアル泣きな感じです。あ、トップガンの時もそんな感じ。あ確かに、はい、あのトップガンマーヴェリックも、はい、あの始まった瞬間に、うん、あれはうるっとした感じです、はいはいはい、うるうるってきて、うん、これなんか我慢しないと思ったらこぼれるなと思いながら、でもスラムダンクの時はこぼれた感じですね、うん、あ、ゾワッと、はい、ポロってして。何が良かったかというと、うん、今この我々って、はい、なんて言うんでしょう、難しい、うん、生きるのが難しい現代社会で生きてるじゃないですか、はい、要は、うん、自分を無理していろんなステージで多分皆さん頑張ってると思うんですね、はい、なんでその中にその時にはそのやったことないことへの挑戦とか、うん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 、あ、これってできるのかなみたいな、うん、のを感じながらちょっと奮い立たせてやってると思うんですね、うんうん、で今回のこの映画版スラムダンク、今こちらにあの、うん、ザ・ファースト・スラムダンク・リソースっていう、はい、うん、井上雄彦先生がどんな気持ちで書いたかみたいなこととか、うん、そのどんな、原画が載ってて、はい、そこになんかここをこうしてくださいみたいな細かいのが書いてある設定みたいなのがあるものを買ったんですけども、うんうんうん、今回のこの映画の中で一番初めに、はい、あ、ちなみにこれネタバレなしでやってます、うん、ネタバレなしです。一切ネタバレはしません、はい、今回の映画の中で一番初めに今回はこのテーマでやりますみたいなのが結構分かりやすく出るんですね。でそのテーマがすごい響くんですよ。あーって、今回の映画はこれでやるんですねっていうので、もう多分ポロッとその瞬間の瞬間に、その僕はリアルタイムでこのスラムダンクの先輩たち、まあ花道と先輩たちがですね、うん、どうやって戦ってたかを知ってるわけじゃないですか、うんうん、単行本とか、まあ、ジャンプで読んでたので、うんうん、で、あの時も
その気持ちだったんですねと、うん、要は僕はその先輩たちは何も、うん、なんていうんだろう、スーパーな人たちと思って見てるので、はい、うん、あの自信満々に見えてた、うんうんうん、ついていけばいいんですねって、うんうんうん、で純粋に信じてたんですけど、うん、あ、その時もこの気持ちだったんだっていうのが一瞬にしてわかるわけですよ、この映画が始まった瞬間に、はいはいはい、このテーマでやりますって、うんうん、で、ああ、でもプロプロプロって、はい、で描かれるのが、要は僕この映画を見た後で、うん、いろんな感想サイトを見たんですね、うんうん、でまたその私、基本頭があまりその理論的ではないので、はい、反対意見は悪口だと捉え、うん、イラッとして聞けなくなるんですけど、反対意見っていうのはつまらないみたいな、はい、はいはいはい、でこの感想サイトの中では、うんうん、つまらないって言ってる人のサイトもあったんですよ、うん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 、であまりそういうとこ行くの苦手なんですけど、うんうん、行って見てきましたそこも、はいはい、でもまあそこで言われてるのも、うん、結局はまあ愛だったんですけどね、うんうん、要はアニメ版とか、うん、原作を愛しすぎるがあまり、うんうんうん、違うことをやるなよ、原作からずれるな、要は原作にあることだけをやってくれよ、うんうんうん、要はスラムダンクの単行本の中に書かれてることだけをやってくれと、うん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 、っていう声があったので、もしかしたらその、うん、誰々推しっていう気持ちが強くて、うんうんうん、その人のセリフが少ないみたいな、はい、こととか、うん、だって主役ってこの子じゃん、だからこの子が一番喋るはずなんじゃないの、うんうん、っていう思いがあったのかもしれない、うん、でもその井上雄彦先生は、うん、今までやったことはやりたくなかった、うんうん、っていう思いがあったらしいので、うん、今回のやつを作ってるんですね、うん、で今回のこのスラムダンクの映画は、うん、どちらかというとスラムダンク多数、うん、バガボンド、はい、多数、うん、リアル、うん、なんでその要は井上雄彦先生の、うん、よくなんかそのアニメとか、はい、漫画とか映画ってその作品ってよく子供って扱いになるじゃないですか、その人のなんか子供的な扱いになるんですけど、うん、でいやその今回のスラムダン映画のスラムダンク面白くなかったっていう意見の中には、うん、原作者による原作レイプってなんか言うじゃないですか、うんうん、要は犯したと、うん、作品を汚したみたいなことを言ってる人がいるんですけど、うん、僕が思うのは子供なんじゃなくて、うん、作品はその人自身、うん、要は成長だと、うん、捉えると、うん、今回のスラムダンクは井上先生がバガボンドとか描く中で、うん、なんか強さとはみたいなところに入っていくわけじゃないですか、うんうん、強さとは何か、うん、人間の弱さとは何かみたいな、うんうん、まあ、仏画とか描いたりね、はい、いろんな葛藤がありますよね、そうだ、でその要は人間の葛藤、はいはい、で、あのリアルっていう漫画は車椅子バスケットの漫画なんですね、うん、はい、でこのリアルっていう漫画も結構心にうっとくるものがあるんですけど、はい、出だしが、うん、バスケを諦めた少年が、うんうん、ちょっとふてくされて、うん、大型バイクに乗り、はい、で大型バイクにちょうどその日に会った、うん、女の子をナンパして、うん、その子を乗っけて、うんうんうん、バイクで走ってる時に、うん、事故って、うん、その日に会ってバイクに乗っただけの女の子が、うん、車椅子生活になる、うんうん、っていうところから始まる漫画なんですよ、うんうん、重いっていうこの辺のその人間のリアルを描いていく井上雄彦先生の、はい、今が入ったスラムダンク、はい、なので、うん、描かれているのは人間なんですね、はい、っていうこの高校時代の結構リアルなところが描かれるんですよ、うん、それを何て言うんだろう、冒頭に申し上げた、うん、今回はこのテーマでやりますっていう、うんうん、ところと相まってですね、うんうん、なんか今のこの僕みたいな、うん、あの頑張っててもうまくいかないなとか、うん、
そうやって思ってる人も、うん、おーってなる。みんなそういうのあるよみたいな話。僕はそう思って見てましたけどね、ま、僕見てないんで分かんないですけど、はい、僕はなのでこのこれを見た時に、うん、頑張ろうっていうスイッチになるのかなと、はい、でそのスイッチを手に入れると、うん、今度はまあ YouTube に行くとですね、あの主題歌とか、はい、盛り上がるところで流れる歌をまとめたサイトがあるんですね、はいはい、なので、うん、会社行く前に、はい、それを聞くと、うん、スイッチが入るようになってるんですよ、うんうんうん、頑張ろうって行くでって、はい、あの俺たちは湘北だろうって、まあ、湘北じゃないんですけど、はい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 、っていう意味ではぜひなんか皆さんにもね、うん、見ていただきたいなと思ってます、うんうんうん、あ、亀井さんおはようございます。おはようございます、メガネ君の3年間について見解をよろしくお願いしますと、うん、まあ、メガネ君っていうのは、小暮ですね、はい、ね、僕いや小暮君というのは、はい、基本湘北このバスケットチームには5人のスーパーが集まるんですよね、はい、マーベリックが、はい、集まるんですけど、うん、要は小暮君っていうのは、1人3年生の先輩がいて、はい、まあ補欠ですよね、うん、補欠だけど、うん、3年間頑張った人、うんうんうん、で、いや補欠の意義ですよね。いや3年間、はい、レギュラーじゃないが、うん、そのことをやり続けるという意義、うん、それは、競技としてのバスケットではなく、はい、部活としてのスポーツを3年間やる意味っていうのを教えてくれたのが小暮くんです、はい、映画じゃなくて、映画ではなくて元々の小暮くん、なのでスラムダンクを読んでから、うん、例えばその今娘が、はい、別に読んだわけではないですが、うん、バスケ部入ってるんですね、はいはいはい、でまあ試合に出たり出なかったりの位置なんですけど、うんうんうん、意義はある、意味はあると思ってます。昔その、まあ、昔の僕は、はい、そのレギュラーじゃない部活だったら、うんうんうん、やってる意味あるのぐらい思ってたんですね、はい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 、でも今は、うん、いや違うと、うん、自分がどう思ってそれをやるかが重要であって、うん、その出るとか、うん、勝つとか、うん、あ、部活においてのスポーツ にとっては、はいはい、レギュラーになるのが目的ではなく、自分がどう思いそれをどうプレイするかっていうのが重要であると思っていて、うん、それを教えてくれたのが小暮くんですね、うん、っていう思いを持ってます、はいはい、これザ・ファーストと付けられていて、うん、このザ・ファーストの意味というのを、うんまあ、感想動画でいろんな人がいろんなことを言ってるんですね、うんうんうん、要はこれはこれからスラムダンクに初めて会った人、うんうんうん、これからスラムダンクに触れた人、要はこれを見てくれと、うん、ここが入り口でもいいよっていう意味です、うんうん、っていうことを言ってるとか、うん、いやこれはその一番初めのもので、うん、物語であって、うん、セカンドサードで、うん、その5人を描く、うんうんうん、レギュラーの、うんうん、のファーストであってほしいみたいな、うんうん、って言ってることがあって、うん、その僕もどちらかというと、はいうん、セカンドサードで続いてほしいんですね、うんうん、ここで終わりではなく終わりではなく、うんうん、要はエヴァンゲリオンもそうじゃないですか、はい、要は、うん、あのテレビでやったのが1995年からなんですけど、うんはいはいはい、あのここまで続いたのって、うんうんうん、要は庵野監督の人間の成長、うんはい、要は人間を深掘っていく中で、うんうん、要はあの、うん、新エヴァンゲリオン見ました？見ましたよ。あれ何を最後描くかって、何でしたっけ？幼少期の僕じゃないですか、はい、幼少期と僕の父親の関係みたいなのが出てくるんですけど、はいはいはい、伊藤先生も、うん、ここから描く中で、うん、なんかそのスラムダンクっていろんな人間群像劇じゃないですか、はい、要は勝ちたいがために相手のエースを潰す子とか、うん、あのただ背がでかいだけと揶揄される少年がどう自分がその
殻を破ってね、うん、大きくなっていくかみたいな、うん、とか本当は上手くてレギュラーの選手なのに、うん、監督がいないので、うん、自分が監督をしなければならないっていう、うん、重責を担われる高校3年生とか、はい、いろんな人間模様があって、うん、あ、そういうの全部見たいと思うんですね、うんうんうん、要はなんか僕は試合が見たいとかじゃなくて、うん、どちらかというとその葛藤が見たい、はい、もやもやをどう破るのか破れないのか、うんうん、みたいなのをなんか井上先生に書いてほしいんですね、うんうん、あで人間ってそうですよねって、うん、っていう話を隊長とどの試合が見たいですかっていう話をしたかったんですけど、はい、あのもう20歳全然読んでないと、もう20年は読んでないんで、どんなもう覚えてないですなのでこれはちょっとで今日ちょっと隊長に火がついて、うん、はい、単行本を家帰って読もうとかにやるなら読みますじゃあぜひちょっと読んでいただき、はいはい、11巻からでいいです。11巻から、はい、うん、要は試合が始まるところですね、はいはいはい、全国大会へに向けての、うんうん、その辺から読んで、あもちろんミッチーから読んでいいですよ、はいはい、あのバスケがしたいですから、はいはいはい、読んでもらってもいいんですけど、うん、ぜひ隊長には読んでいただき、はい、よろしければこの何もない何も前情報を入れずに、はい、あのザ・ファースト・スラムダンクを見ていただいてですね、はいはい、スラムダンク、はい、活動を我々も、はいはい、